こんにちはシャクゼシンです、えー、今あ善人悪人ということで、えーまあ、自分の身に引き当てて悪人というものは一体ですねどこにいるのかどうやって生きていけばいいのかどうやったら善人になれるのかというようなことでいろいろ試行錯誤をしております。えー <laughs> まあ今日で最後にしたいと思うんですけれども、えー、もう少し読んで悪ということについて前もねお話ししておりましてだんだん深まっていると言えばいいんですけれども、まあ、闇がだん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 深くなっていきましてですねどこまで行っても悪は悪だなというところがあるんですけれども、まあ、闇へ闇へというですね曽我先生の言葉があるように。 どこまでも生きているうちは仏様の知恵の松明をですねいただきながら逃亡しながら一歩一歩と闇の中にですね一寸先は光一寸先は闇の中に一寸先は光という世界をいただきながら歩いていくと歩ませていただくということが大事なことかなとこう思うわけであります。<laughs> えー、それでまあ 完全な善人というのはまあ、仏様のことしかね、えー、いないんじゃないかと思います完全なんですよ心も口も体も行為もですね、えー、でまあ100%悪はー私心と口と体ですね悪だと開きのあるわけじゃないですけども悲しい白人なんですよねそういうところで、えー、仏様に、えー、導かれて歩んでいくというところで何かしら 少し明るさがですね、えー、いただけるのかなということを思うわけであります。で今日はあこの続きでありまして、えー「犯した罪はその後に現れると普通は思っている」「仏教では作った罪の罰はその時の恐怖や不安に現れている」と教えている「すべて現在進行形で罪とともに人は一生歩んでいるということだ」 だから仏教以来の私は真実に逆らって生きて生きていくしかないので私は罪悪人従煩悩至上の人間として今生きていくしかないのだと。これはあの悪いことしてもですねお金盗んで誰もね周りに見ていなければですね誰も気づかないわけですねだけど気づいた人間は自分なわけですね知ってるわけですよ自分はね取ったっていうことね。 でやっぱりその一番基本にあるのは皆さん一人一人ですね私にもそうですけれども一人一人うーん嘘をつかないですね仏様がいるということですねついてるということですいや俺にはいらないよないよそんなのって無関係だというね悪名を打ち出していくんだというようなことかもしれませんけども残念ながらですね そういう方にも仏さん一人一人ついてるんですね。そういう仏の目から見て仏様はちゃんと知ってるよということですね。お天とさは見てござるというようなことであります。仏様は見てござるというようなことはそういうことですよね。やっぱりそういう世界に気がつけばあ,あ確かに見ておられるなということですからまあ,あ,あ,あお金ですね一円でも取ればそれは窃盗財ということですよね。 それがだん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 知事も積もってできるということですね。1円でもですね。その1円に対してまポイントがついていくというね。人ただったの。た1円だけれども、その1円がですねに。に盗んだということでですね。それがバレるまで返すまでえ。なんかそれに利息がついていくるような気がするんですよね。 でそれも仏教の場合ではあ罪がですね、えー、罰が当たると言います罰が当たるとよく言いますけどね罰が当たるというのは、えー、その時に当たる場合とですねそれから遠い将来にるた当たる場合とですねそれからあー来世にね来世か来世か分かりませんけどもそういう遠い時にですねその罪を罰を引き受けなきゃならないということを言うんですね。ということは それがいつまでもですね、えー、やったことについては、責任があ、責任を取らなきゃならないっていう状態がずっと続いているということですね。もっと簡単に言えば、取ったらもうその人は刑務所刑務所と言いますか、牢獄の中に入っているので一緒だっていうんですね。だからいつもこう見つかりやしないか、見つかりやしないかと思ってビグビグしてる。だけれどもこれほどね、うん、働かずして手に入れるものはね、あれはまあ,まあ楽ですからね。 まあ次から次々やるわけですよね、えー。ですから顎の方に行きますと顎の方の生き方がですね上手になっていくわけですよね。でも恥ずかしいなと思った時にはそれはやっぱり自分でねやめよう後悔しよう見つかった時なんかは特にですねそういうさかれますのでそれでじゃあその時にあやっぱりバレるんだな二度とそういうことはしないようにしようというような人もありますし。 何これぐらいでバレたんだったらもうちょっとうまい点があるという,ようなことでですねまたそっちの方に行くということがありますまあどっちにしても悪というものはどんどん,どんどん積み重なっていくということですねですからこの世で裁かれるのはくじで言ったことと体でやったことです、ね、いくら悪意があってもですね表に出なければその人はいい人なんですよね いくら撮影があってもですね口と心体でなければその人には撮影がないと見なされるわけですよね、うん、ですから仏教は特に心の中で思いますからそういうことなんですね心の中を照らされてみますとこれは大変なことになるわけですね、うん、いくら裁判官であってもですね心の中でどういうようなことを思っているかということになりますとこれは大変なことになるんじゃないでしょうかね ま正直にね、えー、自分の心胸に手を当ててそういう思いを一度もしたことがないというのであればねその方はもう逆に言えば人じゃないですね神池様ですからもうあの世の人ですよねあの世の人は裁くことはないですから、ね、あそういう人はいないということですねだから難しいんですけれど今裁かれなくてもですね必ず その罪の罪報いまああの、うん、ね反業の中に、えー、父親殺しですねあるいは伊代さんを殺そうとしたあアジア精というね人が皇太し、あるいは最後に王になりましたけどその方がそういう罪の報いを受けてですね、えー、病気になったというようなことがありましたけどね。 いうことでまあそういうようなことで、まあ、心の中までね見透か,かされた時に、えー、私たちはですねすべからく悪人になっていくのかなそれを仏様にですね「そうなんじゃないの?と」と、はあ「そうです」と認めた時に本当に罪悪人獣煩悩至上の人間ですね あ助かっても煩悩だらけでありますと煩悩100%煩悩成就というぐらいですからね頭の先から足の先までですね煩悩がもう100%身に満ちているということですね目を開けば煩悩が出る聞く耳の中にもですね煩悩で聞いている鼻,金でかんぬ鼻で嗅ぐにおいまで煩悩での、ね、何がいいものないかって感じるで喋ることも得することで、えー、自分にとって役に立つものというようなことですよね。 まあそういう私もここに喋ってますから、ね、そういう意識はずっとあるわけですよね正直に言えばねうんですからまあ情けないんですけれども情けないんだけれどもそういうものとともにですね、えー、仏様がね一緒についてきてくださってるというところにあそこで生きるしかないという世界がね悪人には与えられるということですねいやあ まあ、仏様に言われ始めて気が付いてそうでしたというところで生きていくのがね本当の悪人ですよね。人間の世界の悪人は一旦裁かれまして景気を終えますとまあ善果というものは続くんでしょうけどね、えー、悪人じゃないということになりますよね。まね。次は誰が悪いんじゃない私が一番悪いと言ってくださるのが阿弥陀様。 これはあの逆に言うとですね悪いいから可愛いっていう意味もあるんですよね私がしっかりとそれを認めないとやっぱりね落ち着くところがないということですよね。次は災い転じて福となすというが親鸞は「縁結取得の加護は悪を転じて徳をなす承知と」と念仏の心によって全ての人が持っている煩悩」を捨てずに。 極楽浄土をここに得るのだと言っている人間綿ではとても不可能なことが私にも起こるということですねうん、まあ、極楽浄土をここに得るということはここが浄土だっていう意味じゃないですね地獄を抱えて浄土を生きるというような意味ですから2、まあ、つの世界を同時にですね生きるということですですから右でもない左でもないですね えー、だけども右でもあり左でもあるという世界ですねそういう世界をまあ横人の方がねよく言ってますよねええー「煩悩を抱えて仏になる」でしたがね「浄土を抱えて地獄に生きなす」みたいなことを言ってましたよねそういうことですねええー「煩悩を普通持っておれば仏にはなりません」ね。本能はね お釈迦様もあるわけですよ、ね、お腹がすいだって言ってご飯を食べてますよね。私ですだけども煩悩というのは、まあ、理性の病といいますかね、えー、そういうようなものなんですね。助かっても煩悩はあるんです。身を煩わし心を煩わし過ぎた嫌いだね勝った負けだということはあるんですよ。だけどもそれを文字ながら「煩悩即菩提」というね言葉が死んだ人の言葉にありますけれども。 煩悩を持ちながら仏になる道が阿弥陀様によって開かれてここにあるんだ南万ダブということですよね。えー、これはとてもね人間が人間の知恵の中からは出てこないすべ、えー、ての人が救われる道が念仏の中にある。善雄喜得の覚号というのはうあ念仏ですよね。それは悪を転じて得となす。 私がやってきた悪いことなどがね。全部それを転じてお得にしてくださるというわけですね。まあ、悪っていう言葉自体ですね。昔は元気がいいとかね。盛んだっていうような意味でも使ったそうですよね。ああ、やっぱり,げわわり悪いことをする人はね。元気な人が多いんじゃないですかね。<laughs> 割といい。えー、何て言うんですかね？元気がいいと悪い意味での元気がいいですよ。 スポーツマンみたいにですねルールに乗っ取って元気がいいというんじゃないんですけど、ね、法を無視して元気がいいっていうですね、まあ、悪い意味ですけどねそういう元気はあんまり必要ないはた迷惑ない元気なんですけれどもあなんかね、えー、そういうようなことですね、うん、次は善も悪も日が暮れるといいとか悪いとかって言ってるけどそうやってる時にね年取ってね死んでしまいますよこんなもんかな というなことですね次は「煩悩の悪魔はいつも満面の海を浮かべて人間だもの」と私に近づいてくるそういえば地獄もこっちから喜んで飛び込んでいくそうだ。煩悩というものはねあ穏やかな優しい顔してるんですよ。ああいいんじゃないそれぐらいいいんじゃないです、ね、いいんじゃないってこいつですね。 人間だものってまあ間は三尾さん別の意味で使ってるんですよじゃなくてですね人間ってねやっぱり欲もあるんですよね欲のない人間いないんだって言われ、ね、ますとねそうだよねなんて,言ってず,るず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 るといきそうな言葉ですよねだから人間だからやっちゃいけないというようなこともあるわけですよねだけどもその一線を越えた時にもですねまあ人間だからな少しぐらい悪毒があるし短所もある長所もあると 言ってどん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 ですね。1回ぐらいいいんじゃないかっていうの話ですよね。それが2回3回になっていくっていうことですね。ですから、あ煩悩の悪魔というのはいつもね。ニコ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 してこう近づいてくるんですね。まあ、別に笑顔のいい人が悪者だっていうわけじゃないですけどね。それは自分がそういう,うな人と会いたい度がね。近づきたいと思ってるから、その恐ろしい悪魔がですね。笑顔で。 私に支えてくるんですよそういうふうな人であってほしいと自分が思ってるからそれに見えるわけでしょだからそれを見抜く知恵っていうものがですねいやちょっとおかしいんじゃねえっていうですね、えー、仏様の知恵っていうものを頂い,いて生きていくっていうことがまあね人間だけどまあこれちょっとまずいんじゃねえかなっていうようなことですよね。をを吸吸わわれたものは血を吸うもののはうに変わる 心を奪われたものは心を奪うものに変わる。良い心を奪われたものは良い心を奪うものに変わる。悪い心を奪われたものは悪い心を奪うものに変わる。阿弥陀さんは私の悪い心を奪う側の方らしいって吸血鬼ね。ドラキュラってなるんじゃないですか。あれはなんか小数ですね。チクチクチクとね。で夜だけ生きる人なそうですけども。<laughs> そして、ねえー、普通の人の人形を包いますと座れた人がねここに肩がついてそしてあの牙がね剣歯が入ってきてそしてその人もですねもう血以外に食べれなくなるそうですね食欲なくなってたね、えー血 <laughs> うんまあ、そういうようなことですですからですから心を奪われたものは心を奪うものに変わる。 いろいろな考え方ありますけれどもね世の中にだから心を奪うというものがいっぱいあるんじゃないですか、ね、人でなしっていうのありますよね人でなしっていうのいろいろ私も人でなしだと言われますけれども <laughs>、えー、心を奪,奪うものはですね奪われたものは心を奪うものだから類は友と思うといいますかね そういういなんかこう、えー、窃盗グループってあるじゃないですかね、うん、あ振り込み詐欺とかですねそういう人たちはあの老人の心を奪うわけでしょうごまかしてねついでね,ねだからって甘さした人がそういうふになるっていうわけじゃないですよじゃないですけれどもあ俺もねじゃあ奪ってやるがあ回ろうっていうねなことになるんじゃないですかねそういううな傾向がありますよね。 えーまあ、それはよくないことですけども次は「良い心を奪われた者は良い心を奪う者に変わる」同じことですね悪いことしてる仲間っ子っていうのは集まるんですねって悪い言葉で考えるんですねでもなんかねあれですったっけねあの不良仲間の人がですね すごいこう強い言葉でね相手を罵ったりするんですよね。でそういうスタジオを呼んで、あのー、ボクシングをさせるんですっけ <laughs> まあ YouTube か何かで見たことあるんですけどね。そして3歩以内にグローブを持って相手の球種を叩いたりですね、えー、倒れたら叩かないっていうルールのもとにやらせるんですよ。するとものすごい普段ですね街で ただで数を切ってる連中がですねええー、サー志望の1年生に負けるんですね。うん、んあ,んですね <laughs> あれ見てたらねなんか同じルールの上ではあの同じルールの上でやると負けるんだなと思ったんですね。要するにあの人たちの勝ち方っていうのは多くの人でが寄ってたがって弱い人を一人でやっつけるというような形でしょうかね。 あれは闇討ちとかね後ろからはくとかねうとついで落とし陥れるとかそういうようなことではですね確かに強いのかもしれませんだけれどもそうじゃないオープンでみんなの見てる前でやれって言った時にはですねあんまりうまくないみたいですねまあでもそれでもまた伸びていく人も <laughs> あるのかもしれませんけどねそれはそういう口方もいたんですよよよし畜生じゃあ負けた面白くないって。 じゃあ俺にそれをねボクシング教えろって言ってですねボクシングの基礎からがっちりやった人がですね意外と強くなったりするんですよね幕地魂というかねそういう人は本当に強い人なんですよねだから同じルールの上で、ね、やって戦って勝った人はそれはねやっぱり強い人だと思うんですよねそういうようなことで阿弥陀さんの場合もですねそういうようなことで悪い心を奪う役目なんですよね心を奪うってうと変ですけれども 苦しみ悲しみの根本である無名の闇というものを骨木様がですね、えー、摂取の信仰でですね打ち破ってそしてどなたにもですね、えー、明るさを与えてくださる共通の広場といいますかね、えー、お天道様でね下で何、えー、とかなくねささ、えー、やかでもささやかでもね小さな幸せを持ってね生きていけるんだよというようなことをね教えてくださるわけであります。 これが皆さんかなと思ったですねドラキュラから「阿さん」になってしまいましたけれども <laughs>、ねまあ、吸うものによってね違うんだなと思うんですね。悪い人は良い人のね良い心を吸い取るんじゃないですかね。うん、ドラキュラは相手のね活動力を奪ってですね死人にしてしまうんですね。永遠の死人ですわ。 えー、永久の命を与えると言いますけれども永久の死ですよねあれはね、うん、まあゾンビみたいなもんですかね。次はこの世の目で見ればこの世には善人悪人がいるあの世の目で見ればこの世には善,善菩薩と悪菩薩しかいないこの二つの目を持てば二つの世界を行ったり来たりするからこの世は使われるのだだけど変える世界はあの世の目が見た世界だ。 ここにもちょっと書きましたけどもあの世から見たらこの世には善人も悪人もいないあ昨日なんかここにねあのひらがな読み方ちょっと間違って一時抜けてましたけどね、えー、明るいのる善人は暗いの乱が抜けてました「すいませんでした」た時々ね書いてて「まあまあごめんなさいあ」間違いました。 <laughs> なるべく書かないようにした方がいいかなと思うんですけどいやなるべくね、うん、もしねひらがない、ねえー、私はひらがなすぎなんでね、えー、こ,のこの字難しい字で読めないなという人もいるか仏教の言葉なのでね、うん、ま,たまあこれは普通の現代語どなたでも読めるかもしれませんけど、ね、時々出てくるものでルピッツキラにしてました、えー、ですからね、えー、この世には 善人も悪人もいない。あの仏さんの目から見ればそうなんですね。私たちはそうじゃないですよ。あいつは悪いやつだね。あいつはいいやつだ。とかってことに分けますでしょところがそうじゃないですね。仏さんの目から見れば、全菩薩、悪菩薩っていうんですよね。どちらも、えー、ボディサットバって言いますかね。仏さんになる人なんだっていう意味です。全の菩薩様。観音菩薩って言うじゃないですか。菩薩。あの菩薩様をここに書くんですよ。全菩薩。 それから悪菩薩ってね。親鸞聖人は善知識とかですね悪知識っていうようなことでねえ知識っていう言葉でいろいろこう人間を分類しておられますけれどもそれと似たようなもんですね。ですからうん蛍さんの目から見ればですね今たまたまその人は悪いことをやってるかもしれないけども次にはですね何が仏法の役に立つ人になるに違いないっていうことですね。 でもあのいい例があのお釈迦様のお弟子様にアングリマーラーと言ってですね、えー、有名な悪人がいたですね、えー、いい人だったんですもともとね、えー、多くの人を救おうと思ってね修行しておった方ですよねそしたらお師匠さんのね奥さん浜が悪い人でね <laughs>、えー アングリーマーラーをに,色に色仕掛けをかけ仕掛掛けけをそしたらい,、ね、わいい人ですからねわわれそれはねまさかね師匠の奥様に手出すわけはいかないって言って,て断ったそしてそれ逆らみされたんですねこんなにいい女なのにね私に対してねそんな剣もほろろなことをなんて侮辱してる人格無視だって言ってですねまあ <laughs> えーね お師匠がさんがおおお音が返っ生き,、ね、き物を破ってですねあぐり回るうにね乱暴されました」って言ったらお師匠さんがお前にねいい方法を教える、ね、人100人殺したら早くね悟り開けるというようなことを言ったんですよねそしたら真面目ですからね殺し始めたんですよ。して99人殺して最後にお釈迦様がね「う違うよ」って、ね「あなたの生き方は間違ってるよ」って言って、まあ、改心してお弟子様になって。 ね、アングリーマーラーがね、えー、村に出て高す行くと石投げられたりねはたかれたりしていじめられたんですね。して帰ってくるたびにお釈迦様がね耐えよ耐えよ耐えよ,耐えよって言ってですね <laughs> まあ励ますんですで怠惰たんですね。そしてなんかお悟り開いたんですかね。まあ、そういう例があるんですね。うーんまあそういううなことで アングリアマーラーもですね、えー、最初は悪菩薩だったんでしょうけども全菩薩になったもともと菩薩なんだということですかね。で,も、まあ、ですから、えー、そういう世界の人を見る目をですね信心を頂くといいますか仏様に救われるとどなたでもねいただくしそういうようなものを持ってるんでしょう。そういう世界に気が付くことができるわけですよね。 うん、まああの合気道とかですね、えー、っていう話が変わりますけど合気道とかですねあるいはあのなんていうんですか合気道っていうのありますよね、えー、日野明さんっていう方が、ね、今さ有名な方ですけどね、うんまあ、その先生も有名な方ですけどあのなんていうんですか、ね、気,合気合っていうんですかゆ指からねなんかあの気,気が出るっていうんですかああいうようなことをねやるんですね。 あるいはいろんな身体運動をするんですけどねあね見えないものですねそういうようなもの、うん、ああいう世界あちょっとそういう話するとまだ長くなるのでやりますけども、うんうん、あそういうそのあれですよね菩薩様というとかね、えー、この仏様のね目を頂くということを信じていただくということによって、えー、もともとね 人間の持っている、うん、優しさっていいますかね、仏性というか、仏心というか、そういうようなものとお話しできる世界っていいますかね、そういう目を持てばあ、いいとこも悪いとこも、自分のいいとこも悪いとこもね、少しずつ見えてくるということじゃないかなと思うんですね。そういう意味で、えー、全知識だとかね、悪知識だとかってね、言っておられますし、親鸞聖人も虚無親書の中でですね、 お釈迦様に一生反きを潰してですね地獄に落ちたと言われる台場だったに対してもですね台場損者って書いてますよね損ゃって書いて尊い人だって書いてるんですねああいう感覚ですよねそういうその人を見る目がね、ちょっと変わってくるんです、ね、深くなるんですかね私にはそういうのはないですけどもそういう世界がねでそういうところに 私たちは帰っていくだからあ信じいただければねそういう二つの世界が見えるあのいうところの世界が見えてくるわけですよねだん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 はっきりと見えてくると思いますねですからそういう仏様の見る世界に私たちは帰っていくんだということですね、えー、次は都合が良ければ難問だ都合が悪ければ難問だ一体どっちが本当の難問だどっちも本当で難問だと ね、私たちはそうではないですか、ね、えー、今日はね健康だから調子がいいからねちょっと念仏を2つ3つ増やしてみようかって何万だ目駄だっていう今日はねえー、ね調子が悪いからね機嫌が悪いから今日は念仏だけじゃない金一つで終わりってカンって <laughs> ね都合が良ければ悪ければってね小ケさんより偉いですからね私たちはね お線香を普段一本あげてでもですね、まあちょっと今日はね、うん、やめとくみってううなことですね。<laughs> お金がなくなったたでもお線香買う買えないもうやめようって金に金金払う仕組みで払えてかっていうようなことですよね。<laughs> うん、お金はねあるんですよね。本一冊売ればね百円が二百円になるじゃないですか、ね、それを惜しむわけですからね。まあ普段から小林さんのことをね大物白人にしてるんですね。 それを悪人と言わずにね善人と言えるのかと言えないですよねつまりつ,つ,つまり次です善人も悪人もみんな生きしている何万打仏の生きしているこれが地獄で極楽で何万打仏で皆往生何万打仏何万だということですねまああのこれは、ね、何も考え意味ないですね悪人とか善人とか一体誰が決めたのと。 そういうところにねちょっと思い当たるんですね。私もあの人いいとか人だが悪い人だって言っているけどね時と場合によってまだ変わってくるんですよね。だから自分のことも他人はねあの時はいい人だって言ってるけど今は悪い人だって言ってるんでしょう。でまだ変わるとあの人いい人だってこうやって言うんじゃないんですか。お互いに言ったり言われたりしてるけど本当にねあの徹底的に考えていけばね仏さん以外に、うん。 全幕の二つ掃除でもって存知せざるなりというね診断証人のところに行くかと思うんですね診断証人もそういう経験されたんじゃないですか特に自分のお息子さんがです、ね、ああいうふうな晩年に問題を起こされましたからねことさらなんか善悪とかっていうことですよね思い,た思いや悩んだんじゃないかなと思いますよねつまり次ですが 仏様はどうして自己満足愛しか知らない人間同士を夫婦にさせようとしたのだろうきっとその醜悪な感情から純粋な愛の蓮の花を咲かせよという仏から人間への至上命令だからなのかということですねまあ夫婦は500姓の仇っていいますよねここであったが500年目って、ね、ここであったが100年目じゃないですねそれ5回。 ここであったが500年目ってもう恨みは5倍深いっていうことですね普通はそういうこと言いません結婚式の時にねあ違いましたね小川どなたかの大学大学の先生はそういうことを言うそうですねはっきりね結婚式の時に、ね、へえよく憎まれないなと思いますかね小川先生だがどなたか言,って言うそうですねへえって言うんだと思いましたけどね うん私もそう思います。百姓の仇だなと思います。皆さん方はそうじゃないと思いますけどね。えー、なんかテレビなんか見てますとね、夫婦ってい、ね、いつも円満でね、喧嘩しなくてね、不倫とかしないっていうのがね、えー、最高のね、えー、いい夫婦ほどね、なんかあると言いますけども、心の中は分からないですからね。うん、こ百姓の仇です。ねまあ、人によって違うんですかね。 その人は1%かしかいないと思って99%はねみんな立派な風だとしましょう。だそうしますと、えー、私はその字の1%ですけれどもだけど500升の敵の,の中にどちらがかが仏様の教えに出会えばですね相手を全知識として、ね、拝むことができる全菩薩として、ね、拝むことができるんですね。 そういういい世界がが含んんんでででるるす。す逆説的ななところがあるんじゃないですかねうん。だからそこに仏様にね愛されるような人間になりなさいという願いがそこにねきっとあると思うんですね。まあ、人間ですからね、えー、切れたり張りだりね、えー、するんでしょうけどね仏様だけは絶対あなたを裏切りませんよどうまでもね一人になっても二人になっても。 つ、えー、いてきますよっていうところにね本当のありがたさがありますよね。何万ダブスとお約束の仇でありました何万ダブスっていうところにね仏の愛の蓮華の蓮の花がね咲いてるっていうことがあるんじゃないでしょうかね探せることができるっていうことがあると思います。次は仏の前では全ての人間は悪人である自分だけは善人と思っているから苦しい善人になるのだっていうこと 曽我、まあ、先生がねおっしゃったようなことですよね。まあ偽善者っていうんですかね。うん、念仏者は牢悪,悪者だって言ったね。えー、松原雄禅先生がねいらっしゃいました。小谷大学もう亡くなられましたけどね。うん、これもどなたが曽我先生が言った言葉なんですかね。善、えー、人は偽善者である。念仏者は牢悪者であるって。悪をね白状するっていう。 次は救われない善人の顔は暗い救われた悪人の顔は明るい曽我先生の言葉に私の言葉を足しました、えー、パクリじゃありませんよだけどほとんど曽我先生の言葉ですよということですけども善人の顔は明るいという前提があるわけですね。人人のの顔顔ははは暗暗いいいです、ね、救われない前人の顔は暗い俺は専用やってるんだ とというところにこう眉間にがよっ縦じわが寄ってですね、えー、それで相手をさばいていくというか指導するというようなことがあると、うん、相手の目の前にいる子供やね夫や妻というものはつらいものがありますよね。ところが救われた悪人の顔は明るいってことになりますと、えー、救われた人間は、ね、縦じわが横じわになるという言葉がありますけどね、えー、こういうふうにねこう横じわにこう <laughs>。 まあ今意図的に横は増やしてますけどもまあ年のせいで横島も増えましたけどねまあ辛いんですよ悪人はだからだけども「悪人だな」って自分の本当の心を認めた時にですねなんかもう肩の荷が下りちゃうんですねまあこんなもんねちくし畜生ってな感じですよそういった時にねなんか仏様もね気楽に付き合ってくれるというかね「悪人です」って言って。 やった時に仏さんがちょっと力に,にくくなるっていうような言葉じゃないですかねだから曽我先生の言葉は「救われればそうですよ」ってうそういう言葉が出てきますよという前提があるっていうことですねはい「私から見たら私は善人仏様から見たら私は悪人しかもどちらも救おうというんだ仏様の目をもらわなきゃこんなことは分かりっこねえや」っていうねちょっとやけくそなって言ってますけどねうーん まあね、救われてみるというねそういうことが大事だと思いますね。次は私の中に天使と悪魔が一緒に共存しているしかも私の中に天使が初めて生まれて私は悪魔に人生を支配されていたことに気づくのであるそれまで悪魔は私があなたの永遠の天使ですと言ってきたのだってまあ自分の思い通りにね言いできますとね私がもう有頂天と言いますか もう最高の人間だと思いますから自分の中にね怖いものないわけですね外にもねだからそれは悪魔ですよっていうことねうん生活から初めて蛍原様に救われた時にね私は悪魔の人生を支配された煩悩にね人生を支配されていたということに気づくということですねうんだからその時にああ 悪魔は私だったなあということに気づくわけですよね。仏様こそ永遠の天使でしたというふうに後で気づくということであります。次は愛の結晶は都合が変われば悪魔の結晶に変わる。人が作った結晶だからいずれ壊れるんだが仏の命の結晶である念仏だけは壊れたためしがない。これが本物の結晶だからこれを持っていないと壊れる結晶を 壊れないものとは信じて喧嘩するんだなって、ね、小さい時愛の結晶って何かなと思ったら子供だっていうことを聞きましたねまあ、今でもね初めてお子さんがね夫婦がうまくいってる時に生まれてきますと、まあねこれほどの宝物はないと思いますよね愛の結晶だって言いますね、まあ、頑張った甲斐があったわけでありますけれどもね 今度は子供育てるので、ねえー、楽しみであり苦労でもあるんですがところがそのいろいろなことがね差し挟んできて子どもの虐待度がですねおまあ連れ子さんですかそういう方がいじめたりとかねするんでしょう。そうするとなんかかわいい方から見ればねあんな3つやね1つや2つの子どもさんがあれだけひどいことって言うんだけれども。 風景にとっだからまあそういうようなところからもしですねご縁があったらば仏様の死に出会ってくればですねもう一回それは愛の結晶ではなくてですね子供さんは仏の結晶だなというふうに気づくことがあったらですね何が2人にとってもね 出会いであったなあということに気づくのかなということをね、まあ、感じたいかがりしてで書いたわけで、えー、次は人間の世界には善悪の基準はあるが仏の世界にはきれいも汚い情へも善悪もないが仏を信ずるにはそれらの基準は一切いらない昔、まあまあ、ねうん川で 弁当をね洗っておったお嬢さんがいたそうです。そしたら監視モでですね子供さんがお嬢さん何してるの？って言ったらねいや弁当をねまあ食事すんだからね洗ってるんだって。あそうなんですか。綺麗になりましたか？あ綺麗になった。ただその子供賢くてね仏教にはね、えー、上映ということはないんじゃないか綺麗 <laughs> 汚いっていうことはないんじゃないかなのになんで洗ってるんだって聞かれたってるんですよね。 それれさん答えらないやこの子は大したもんだって, <laughs> っていうねなんかどうな,のなんだ立派な子供さんでね将来何か有名になったらお嬢さんだったような気がしますけどねまあその話の続きはちょっと忘れましたけどうーんだから綺麗も汚いもないんですね真実一のの世界ですからね人間が綺麗だ汚いとかいいとか悪いとかって言ってるんですけれども仏様を信じることによって それは汚いとか臭いとかね腐ってるということはありますよ。うん、だけども諸行無常の一つの、ね、働きということでそこにもね仏様の世界があるということですよね、うんえー。次は「人間は生まれる前から鬼なのだ生まれた時から鬼なのだそして今も鬼なのだだから死後は鬼の世界に帰るのだ」。 こ人間と言って失礼だですねね私のことですねえ全員の人かけるもないもともと血も涙もない悪名一代の鬼なのだそれを助け続けてきたのがミダなのだそれを証明したきたのがミダなのだ諸物が見限って捨てられた鬼でもどこまでも付きまとってきたのがミダ一物だけなのだだからこの私を助けることができるのはミダしかいないのだミダに助けられる鬼なのだと。 ですね、うんまあこれは自分のね個人的な感想なので皆さん方にはね関係ないことかもしれませんがねうん私は何か、ね、鬼だなということがね強く思うんですねうん仏にあったから鬼だと思ったんですかねなんで鬼なのかね何でね オライオンドがね虎でもいいような象でもいいような気がするんですけどね鬼ってあの架空の生き物ですすよよねね地獄にいるんですよ、ねうん、でも悪の限りを潰すんですけれどもだってそれ悪いことした人をねいじめるわけですよねいじめるというか裁くっていうんですかね、えー、嘘をついた人の舌を抜くあですね。あるいは あまあさまざまなことでねいろんな地獄がいっぱいあるんでね、あのー、ありますけどね、うん、そのやった人に対してその人がやられたその人によってやられた人の痛み苦しみっていうものを逆にその人に味わわせるということですよねそれが地獄の世界です。で地獄の鬼の絵とか見たことあるんですけどねニコニコ笑ってるんですよね。ええー、とこう笑ってですね <laughs> すげえ残酷なことやってるわけですね。 すりつぶしたり火で焼いたりですねああいうみたいにね魚口から人間の口から仮金口刺してねお尻の穴から串出してこうやって焼いてるわけで,す,わけですよね,あ,ね、うん、ああいうことだねで鬼は笑ってるんですねニコニコとねいや鬼,鬼ってのは本当に残酷ですね人間悪いことすると まあ徹底していくとね相手の苦しむのを見て喜ぶんですねあ映画なんか見てるとそうですよね復讐劇とかねうんで悪い悪いことをやった人がいいことをやった人のことをいじめる時にはね笑ってるんですよね。して逆に例えば自分の家族がね、えー、テロリストにやられたその復讐をした時に えー、テロリストをやっつけた時にそのやった人は人殺しなんだけれどもあんまり笑わないっていうことがあるんですね。ということになりますと地獄の鬼というのはあ笑ってるということはなんかねすげえ悪、ね、いことをやった人よりももっと悪いんじゃないか <laughs> 徹底した鬼だたということですよね。鬼といいうううのははそことですね次は 新鸞の「歎異抄」第15条に「ミ田の眼線に乗じ生じの句会を渡りぬれば」とある「船」とは弥田や子供や老人善人や悪人も無条件で平等に救うために作った船という意味だ「船」「願い」とは「眼線」ですね「船」船「願い」とはミ田の永遠に続く祈りであり希望であり全ての人が持っている本当の夢でもある。 その夢は人間が人間自身になるための永遠の願いを自らに約束した願いでもある。これらは現実現不可能な見果ての夢でもある。この夢は人が人になるために自分も他人も皆同じ縁から生まれ縁に変えるために今仮にある存在を知るために自分だけが持つことができる夢だから遠い,遠いのだ。 そこにおいて皆善悪を超えて同じ法の友達法友になれる世界がすでにあるからなのだ。まあ、ね、そういうことでありますあ。ちょっとここが長いのでね。うん、いや飛ばします。<laughs> 次は人は一人一人善悪や仏のかた魂の歴史を持っている。 それを仏教では宿業というがそれと気が付くのは救われる人間の全幕の魂が仏の真実の魂の見覚めによって救われた時に理解できるのであってそれまでは宿業といっても根性だけ今だけですね現実といいますこの世の時だけの知識レベルの問題意識であって真に身につまされるほどの問題にはなっていない仏の業魂に の魂と我々の魂がいかに切れざる関相関関係にあったのか分かれば人間の全膜の魂の問題をいかに解決してこなかったかが理解できるとともに2つの深い顧という歴史がやっと理解できるようになるこのやっとに仏の顧の公式公式が関わっているんだとそこまでね気づかせてくる気づくまで 様は待ってくださってるんだっていうことですね。善人と悪人の線引きはどこでするのだろう人間同士ならあっちこっちと善人や悪人の定義の押し合いへし合いが個人でも国でも永遠に続くだろうが仏様なら全部悪というのだろうと思うその方がすっきりして気持ちがいいってね。 地球全員悪 <laughs>、ね、いい国家なんか一つもない全部悪国家だった、ねえー、だからこそいい国家になれっていうことですよねそういう願いがこもった悪ですよね励ましですよあと希望がこもった言葉だと思うんですねそれが悪人正気っていうような言葉じゃないかと思いますね、えー、さ先ほどのところに戻りますが曽我先生のご伝知ですと書いてりますね 曽我先生は曽我良心先生は善人悪人とはどういう人ですかと尋ねられて善人の顔は暗い悪人の顔は明るいと答えられたそうだここで言う悪人とは阿弥陀様という仏様が見た人間全員のことである自分で自分の心の深いところまでは分かりません阿弥陀様から見れば人間はどこまでも反省がなく無残儀であるとない存在として見ています なんぼ反省するって言ってもね、土下座してもね、謝らないのが人間だって、ねうん。すぐ頭を上げるってね。<laughs> えっと、見ています。そういう人間を阿弥陀様は悪人というのですが、その悪人にこそ光を当てる、救うというのが阿弥陀様の目的なのです。悪人のまま生きろということですね。 ですから、心の底に限りない仏の光を浴びた人間だからこそ心の底から自分の事実に向き合えるから何も隠すことがないのです隠すものがないのです裸の王様となって生きることができるので自然と明るく見えてくるのではないでしょうか一方阿弥陀様から見たこの世の善人とは例えば自分を自分の努力でできることはできるができないことはできないと 自分でする判断基準を自分で持っている人間ですまあ、世間ではこれは立派な人なんですけどね自分に都合のいい人は善人と見たり逆は悪人と判断しますその人の眼鏡にかなう人を悪人と見たり善人と判断していますまるで一人で警察をしたり弁護士をしたり一人で裁判長をしているようなものですですから絶えず人を裁いているので監視の目が厳しく顔が暗くなっていくのでしょう 自分の心をそこの底まで知らないから自分自身に自信が持てないのでどうしても心に動揺があるので自然と顔にその暗さが出てくるからなのでしょう先ほどの善人というものねもうちょっと詳しく書いてましたね。えー、少しお分かりいただけばでしょうか。善人というのは一人でね 裁判長と、それから警察とですね、弁護士をしているようなもんだっていうんですね。えーまあ、い,わゆるいわゆる三長の長 <laughs>、ね、司法、立法、行政の長になる。まあ、総理大臣ですかね。<laughs> 一人でね、えー、国を代表しているようなもんだっていうことですよね。うんまあ、そういう国から、法蔵菩薩様っていいますか、法蔵っていうかね、 出られたんでしょうお釈迦さんもそういう世界から出たかったわけですよね。で最後ですが阿弥陀さんの真実の教えは親鸞やブッダが伝えたのかそれとも阿弥陀さんから阿弥陀さんへと伝わったものなのかそれはどちらでもないものだと思う。もともとあった阿弥陀さんの真実の教え法を,教え法をですねブッダや親鸞が深く理解し信じ 実践しして言葉や著作にしただけなのだからだから真実だけでは真実は伝わらないし人間という救われるべき罪悪人獣の人間がいてそれが救済,されることに救済されることによってしか阿弥陀と真実の道理が証明されないのだから2つで1つになって初めて法画法として人から人へと伝わっていくものだと思うのです」。 昔学校にいた時ですねあの1年生の時でしたかね、えーえー、人間は否定媒介だって否定媒介っていうような言葉を、ね、使った先生がおられましたね人間でしたがね、えー、念仏でしたがちょっと忘れましたけどね要するに仏様も人間というものがいなければですね自らの真実を証明することはできないんじゃないかと。 <laughs> という,うなことを、ね、言ったような気がしましたもう十八十九ぐらいの時に聞いた話ですよその言葉はちょっと残ってるんですねうんまあ人間はおてげさんから見ればね否定媒介なのかもしれませんだけどもその否定媒介にもね光が灯るそしてその否定媒介こそおてげさんも証明することができる存在だそしてその否定媒介こそが 仏にさせていただくことができるのだということだと思います。まあ、以上です。あのトということについてですね、あの聞いていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。何万ダブ？何万ダブ？